かぜぎない人は遅いですね。明らかに遅い。しかも、わずかな差じゃなくて、なんか10倍速ぐらい遅いんですよ。遅いから、いいことを、まあ、お伝えしてもね、もう成果が出るのが遅いんですよ。遅いのに、なんか知んないけど、効率を狙ってるんですよね。うーん。なんでもそうですけども、3か月とか半年とか1年頑張ったら何か成果が出るかなと思ってる割には、 1> 1年分のことやってないんですよだからなんですかね人の5倍速10倍速で稼ぎを上げたいわけじゃないですか多くの人が月収手取り14万とか20万でやってるところをいきなりね50万とか100万になりたいわけですよだったらそれなりのことをしてますかってことですよねそれこそブラックロードをしてもねなかなか手取りが良くないわけですよ今の世の中なのにブラックロードをせずに 濡れてに泡を狙ってるんで、まあ、これは稼げないでしょ、うん。やっぱ軌道に乗るまではブラックですよね。まあ、それこそ数万件の対応をして、数十万タイピングして、無理難題を解決してってことを日々繰り返すんで、暇はないよね。暇な時間があったらそこでも何かやるから、暇はないですよ。まあ、だから、ちんたらやってる人ってのは本当ね、なんか、ちんたらちんたらですよ。 特にに状況が有利ででもないのにチンタラやってるわけですよ不利なのにちんたら年齢もいっちゃってるのにちんたらでそんなね頑張れない人もいるんですとか言ってからね自己正当化だけは立派なんですよねだから自己正当化してるうちはそのまんまの人生が続くんじゃないかなと思うんですよこのままじゃダメだなと自分の人生これじゃ乗りこなせないなっていうふうに思わなければそんなにね あの二足三門の人生を歩んでる人はいないと思うんですよもっと掴みにくい人生気高い人生だと思いますのでちょっとやそっとの汗かきでは手に入れられないんじゃないかなと思いますでも本気でもっと本気で今の10倍速でやる分だけの価値はあるんじゃないですかなぜなら自分自身の人生なんですからね一生懸命もう骨面を削ってやるだけの価値はあると思うんですよ他人の人生じゃない自分のですからね やったことがすべて現実になるわけですから逆に言うとやらなかったことも全部現実になるわけなんですよその他に運とか巡り合わせっていうのがおまけであるだけなんでねなでもかんでも最初からね自分には何の日もないけども世の中が悪かったっていう風なところから脱却できない限りはまあ終わってるんじゃないかなと思いますよね,、まあ、ねいろんな要因がありますけども中心にいるのは 自分自身だってことでしょう。行ってらっしゃい。